はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、ノーマンズスカイということでね、今回もやっていきたいと思うんですけどもね、ですね、前回ですね、このアトラスへの道ということで、このメインミッションですよね。うん。で、確か何でしたっけ。そうこれでアイテムを作っていくんだけども、最終的にですね、この太陽の心臓ですよね、これを作って、なんか真ん中のところでポコッとセットしに行こうということだったんですけども、ここまでできた。そう、これだな。これができて、青までできて、これか。ん？なんだかな？あ、これ。これ、黄色ができてないのか。ですね。イオン化コバルトができてない。だから、イオン化コバルト必要。100ですよね。それから、あとですね。インジウムね。エメリル。銅か。ですね。いや、これも、なんだろうな、インジウムか。よし。ということでね、ちょっと今回素材集めをして、で、はめに行きましょうかね、作ってね。ちょっと待って、イオン化コバルトからまず行くか。よっしゃ、これでいいですよね。コバルト放り込んで、イオン化コバルトですね。よし、これいっちゃおう。よし。で、銅とインジウムね。持ってないよな、そんなの。これですね、インジウム。インジウムは青い恒星を周回する惑星から見つかる。青い恒星に通ってこればいいのか。じゃあ。そういうことですよね。それから、これは、エメリルは、緑の構成か。まあ、この色の通りってことか。あ、これそういうことなんですね、これね。で、カドミウムは赤いとこでっていうこと。で、これ、銅は黄色のとこでよく取れますよ、みたいな。あ、そうなんだ。で、それら、なんか今頃理解したぞ。それ、で、こういう黄色の、これだから黄色って多分ノーマルのとこですよね。あの、最初からよく行けるところ。で、これってなんかだんだん、あの、ワープのなんか拡張しないといけないところっていう風で、遠いってことですよね。で、これはそれらを生成器にかければ作れるってことか。あ、なんかそういうことね、これ。確かによく見たらうまくできてるな。じゃあ、まあ、銅はね、買うことができるかもしんないけど、じゃあまあ、そうですね。今回、じゃあ、この1、2、3、4種類の惑星、恒星か、に行って、取ってきますか。ですよね。これは、ここだ。よっしゃ。で、これだけもうできるから、行きましょうか。どれでしたっけ？黄色だ。これだ。飲み込まれた青ですね。青と、それか今のイオンが加わると。よし、来た。で、ちょっとこれ画面がここ小さくて分かりづらいけど、黄色を必要とするもの。これですね。このちょっと黄緑みたいなやつ。うん。はい、来た。で、黄緑作ったから、あ、行けますね。ドンエンド。はい。で、ドンエンドまで来た。もうダメか？あ、もうダメか。もうダメですね。次は光のジェイドで、もう銅がいりますね。よーし。よし。じゃあね、行きましょうか。ちょっとね、荷物整理だけ先にしちゃって、それからね、行きたいと思います。なんていうことでしょう。拠点のすぐそばにありましたね。めっちゃ近くに。ほら。あったあった。ここでいいや。じゃあ、ちょっと待ってよ。マルチツールは、よし、オッケー。来たー。銅ですね。銅ってなんかでもこれ、色的になんか金に見えちゃうよね。取っちゃおう。100ですよね。もうね、とっくに集まったよ、今ので。来た。銅200ありますね。よし。じゃあ、銅 OK なので、早速じゃあね、作っちゃいましょうか。どれでしたっけ？これだ。
ドンエンドとドーですね。きたー。で、次が、あ、いけますね。ステート、ファジュア、カドミウム使っちゃおう。はい、ドーンと来た。で、もうかなり迫ってきたんじゃないの？光のジェード作った。あと2つか。あとこれとこれですね。だから、あとはインジウムか。ですね。よし、これはじゃあいよいよ行かなきゃいけないな。はーい。ちょっと待って。これって始まったのか？あ、これ始まったっぽい。何これ、めっちゃかっこいいじゃん。ちょっと待って。なんか違う種類だ、全然。え？まあいいや、ちょっとこれやっちゃいますね。あ、いでよっしゃ、着いた。あー、まあ C クラスか。まあそうだよな。そううまくいかないか。はい、毎度。そうですよね。これ確か報酬もらえますもんね。買わなくてもね。調べる。いや、かっこいいね、これもね。ねえ、こういう形のやつもあるんだ。これでもこれ買っちゃうと、あれですよね。今の自分のやつと交換になっちゃいますよね。だってこれ貨物船って、あれじゃない？スロットが少ない。でもこれ C クラスだけど、そんなに変わらないんすね。ねえ、そんなになんか変わらない気がするな。これほら、交換になっちゃってるでしょ。交換する必要ないもんな。まあ、見た目がかっこいいからっていうのはあるかもしんないけどね。うん。これね、こういう形が好きな人。いや、まあ自分はあっちの今持ってるやつのがいいな。よし、じゃあ、まあ、こんなのがあったっていうことでね。まあ、これでたまたまね、S クラスが来たら、まあ、それ交換しようって感じで、うん。まあまあ、そういう風に行きましょうかね。じゃあ、これもらっちゃおうかな。あ、やった。もらった。よし。ありがたい。金めっちゃもらいましたね。よしっていう寄り道はいいとして、ちょっと早く行かなきゃな。で、ちなみになんですけど、今いるところね、ちゃんと青でしたね、これね。うん。よし、合ってた。だから、普通にもう行こう。一旦セーブして。イェイ。よしよし、これですね。今ちょっと暗くて分かりづらいけど、こういう感じだ。あー、確かに綺麗な色だな。青色ですね。よし、じゃあこれももらってきます。100あればいいからね。青ですね。おー、めっちゃ綺麗。まあまあ、でも多めにもらっていくか。なんなら全部、根こそぎいっちゃうか。よっしゃ、375も集まった。じゃあね。行きますかね。ちょっとここでやるのもあれなんで、一旦戻るか。しかもね、ここね、無法者ですね。ちょうどいい。覗いていこう。よしよし、ここだけ覗いていこう。なんかいいのあるかな。はい、何も特別なことはない。平凡でしたね。よっしゃー。じゃあ、一旦、拠点経由で行くか。さあ、家に帰ってきましたね。で、じゃあ、ちょっとまずね、作りますか。どれだったかな。
あ、ダメだ。エミリルもないや。しまった。あちゃちゃちゃー。エミリルが、あと、たったの24足りない。緑のコース行かなきゃいけないな。よーし、行ってくるか。行くか、しょうがないな。ないものはないですからね。これだ。まさにこれですね。うん。よし、ここ行こう。あ、あるね、あるね、あるね。ほらほら、エミリル。よし、行こう行こう。もうここでいい。これだ。いや、なんか色一緒のような気がするんだけど、めっちゃ、鮮やか。よっしゃ、じゃあね、行きましょうかね。物は揃ったから、あ、そうだ、作らなきゃいけないね、まず。先に念のため作っときますか。これですね。この紫を使って、エメリルを使って、ノバリクメ、リクレイメンと、で、次が、これか。インジーム使って、モディファイドクオンタ。で、来たー！太陽の心臓！あ、できた。よし。できましたね。これがね。1個でいっか。とりあえず。で、あれ、どこだったかなー。あの宇宙ステーションの名前が、確か。あ、ここにね、これ出てますね。よく見たらね。ちゃんとね。アトラスインターフェースって。これですね。ほら。このマークも出てるし。あ、ありがたいな。ちゃんとそういう風に分かりやすくなってるんだ。よっしゃ、行きましょう。よし、来た。来た、来た、来た、来た。さあ、ですね。ほら、アトラスインターフェース発見って書いてある。よし、行きましょう。さあ、やっとだよ。やっとやっと、もう、大変ここまで物を揃えてくるのも。え、めっちゃ遠いじゃん。あれか。来たー。さあ、来ましたね。ようやく決着をつける時が来た。いや、どうなのかわかんないですよ。どうなのかわかんないけど、大変だったな、ここまで。まあ、物集めはね、やっぱ普段からいろいろやっておいた方がいいってことですね。うん。で、もう、カバンの中持ってればね、もうサクッと、これ前回のところでね、できてましたからね。よしよしよし。これをね、やったらでもどうなるかって話だよな。何が起きるんだろう。あれ、これ、周りのやつまた全部閉じちゃってる？あ、でも良さそう。じゃあ行きますね。太陽の心臓。来た。おおお、うまくいった、うまくいった。うまくいったぞ。アトラスのインターフェースの前に立つ。世界を生み出す存在の前に立つ。うん。うん。え？それが求めてきたのは、それが欲したのは入力だけだった。自分はただのユーザーだった。何何何何？え？予期せずアトラスシードが出入り口に向かっていく。どういうこと？新しい星を生む。いや、これめちゃくちゃ重大な決断なんじゃないの？あ、何、新しい星を生むって。立ち去り銀河に戻る。なんだ？なんだろうね、虚空を満たされるべき運命にあるなんとかかんとかって。とりあえずちょっと1番いきますか。おお、はい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 。ほんの一瞬、この身はアトラスそのものだった。え？あ、もらったよ、また。またもらったよ。またもらったってことは、またなんかあるのか？いや、でもなんかこれはちょっと違うっぽいな。なんかできた。え、これを作ったってこと？
もうこれは何もないのか？これまた何か入れるとかじゃなくて、え、ちょっと待って待って待って。あ、ほら、やっぱそうだ。これまたやらなきゃいけないんだ。ねえ、テクノロジーをインストールして、ありますね、全部。やっちゃいます？確かに。これだ。やばい、もうこれは全部揃ってる。うふふふ。できた。あ、なんか よかったみたい。目標達成。このいつもの、この曲は。え？もう終わっちゃったのか？アトラスへの道、まだ続きますね。次はブラックホールに到達する。行ったことあるけどな。うん、また行かなきゃいけないのか。よっしゃ、これはじゃあもういいのか。これね、何もないっすもんね。へえ、これなんか生み出しちゃったみたいな感じ？これをね。そうなんだ。はい。というわけでございましてね。いや、なんかもっとすごいことが起きるんかなと思ったんだけど、なんか意外とあっさりだったな。これができたっていうだけでね。うん。まあ、あれか。これ何これ？テクノロジーですよね、これね。なんだろう、持ってればいいのかな。うん。はい。じゃあね、というわけでございまして、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。このアトラスへの道をやった方がいいってことですよね。だから次はじゃあまたブラックホールってことか。うん、ですね。はい。ということでね。まあ、またじゃあ、のんびりとね。まあ、いろいろこう、沿ってね、やりながらということで。で、また、いろいろなんか途中でね、発見とかね、なんか遭遇するアクシデントとかね、あると思うんで、またそんな方もね、やっていきたいと思います。というわけでございましてね。じゃあ、今回ここまでとなります。じゃあ、また次の動画で、お会いしましょう。